ロロシアののの弱さの現れかイランン製ドローンのウクライナ戦で撃墜されたイラン製ドローンウクライナ国防省は9月13日北東部ハルキウでロシア軍が使用するイラン製ドローンシャヘド136を初めて撃墜したと発表したシャヘドは標的に向けて自ら突っ込み攻撃するいわゆる自爆ドローンである 国防省が公開した破壊されたドローンの一部の画像には、ロシア語でゼラニウム2と書かれていたものの、その翼端はシャヘド136のものと一致しているように見える。ウクライナ軍将校は、米ウォールストリートジャーナル紙に対し、ロシア軍はシャヘド136に塗装を施して、ゼラン2と名付け、9月半ばからハルキウで展開していると述べた。 米バイデン政権は7月、ロシアがウクライナの戦場に投入するためにイラン製ドローンを大量に入手する準備をしていると警告した。同月、プーチン大統領はウクライナ侵攻以降、初の旧ソ連圏以外への外遊先としてイランを選び、イランの最高指導者ハメネイ氏やライシ大統領と会談した。イランは ロシアへのドローン提供を否定したものの8月には少なくとも2種類のイラン製ドローンを積んだ輸送機がロシアに到着したと米当局が発表した米ワシントン・ポスト紙は米国や同盟国の安全保障当局者筋として8月中旬に数日間にわたりロシアの輸送機がイランの軍事施設にドローンを引き取りに行ったと伝えているその中には 自爆ドローン、シャヘドも含まれているとされる。英国国防省も9月14日の情報更新で、ロシアが初めてウクライナにイラン製ドローンを配備した可能性が高いとした。イラン製ドローンのウクライナ戦投入3つのポイントは、イラン製ドローンがウクライナ戦に投入されたとするならば、そこには極めて重要な意味が読み取れる。 第一に、これはロシアが必要としてきた攻撃用ドローンを得たことを意味する。ロシアは偵察用ドローンは多数保有しているものの、攻撃用ドローンは不足しており、対するウクライナは当初から攻撃用ドローンを多数戦場に投入してきた。ロシアが配備したイラン製ドローンにより、ウクライナ軍は早速深刻な損害を被っている。 とウクライナ軍当局者は述べている第2にこれはロシアが軍用品調達に苦慮していることを意味する当座攻撃型ドローンの提供先として考えられるのは中国とイランであるものの中国は米国からの制裁を回避するためロシアへの提供を渋ったとみられるロシアにはイランしか頼る先がなかったようだロシアは早速 イラン製ドローンの多数の不具合に直面していると米当局が明らかにしているように、それは決して最良の選択ではない。米当局は、ロシアが北朝鮮から弾薬を数百万発調達しようとしているとも明らかにしている。イランや北朝鮮に軍用品の調達を頼るまでにロシアは追い詰められているという見方もできる。プーチン大統領は、 9月21日には部分動員令を発布しており苦戦の実態は隠しきれない。第3にこれはイランの軍装備がヨーロッパに配備展開された初の事例でありイランの軍事活動の拡大がヨーロッパにも及んでいることを意味するイランはイスラエル殲滅アメリカ打倒国勢とし中東各地で代理組織を介して イスラエルや米国権益などを攻撃するなど軍事活動を続けてきたがその脅威は中東地域内にとどまるというのがこれまでの一般的な見方だったしかしイランがロシアのウクライナ侵攻を積極的に支持しイラン製ドローンがウクライナに展開されたとなればその脅威はヨーロッパにもすでに及んでいることになる折しもイランは イランの核開発を制限するのと引き換えに、イランに対する制裁を解除する、いわゆるイラン核合意の再建に前向きであるかのような態度を続けている。イランの核開発はあくまでも平和的目的、民生利用のためであり、核兵器開発の意思はないというのがイランの公式見解だ。しかし、一方で9月7日、IAEA=、e、国際原子力機関は、 イランの核計画が完全に平和的なものだと保証を与える立場にないと報告した要するにイランが核兵器保有を目指している可能性を否定できないということだイランはウラン濃縮を急速に進めており兵器用燃料に容易に転換できる高濃縮ウランの備蓄量は核兵器一発分の必要量をはるかに超えている イランは核兵器を搭載できる弾道ミサイルの開発も進めている。イランが核兵器を保有すれば、その脅威はヨーロッパに直接及ぶ可能性がある。2022年2月にロシアがウクライナに侵攻して以降、ロシアとイランは世界で最も多くの制裁を科されている2国となっており、両国は関係を強化している。イランは9月14日、 ロシアと中国が主導する安全保障機構である上海協力機構の加盟覚書に調印し、ライシ大統領はロシアのプーチン大統領との会談で、イランは経済から航空宇宙、政治分野に至るまでロシアとの関係を強化する所存だと述べた。この関係強化は経済や政治だけでなくすでに軍事にも及んでいると見るべきだが、 一方でそれはロシアの強さではなく弱さの表れである可能性もあるプーチン氏盟友2人異例のロシア軍司令部批判要衝からの敗走でロシア軍がウクライナ東部ドネツク州北部の要衝リマンから撤退したことを受けプーチン大統領の盟友2人はロシア軍司令官に対して異例の批判を展開した。 ロシア南部チェチェン共和国のカリロフ首長はロシアは小型核兵器を使って防衛を強化すべきだと主張軍の援護主義は何の役にも立たないと批判しウクライナ東部のロシア軍司令官は勲章を剥奪する必要があり血で恥を洗い流すために銃を持って前線に送られるべきだと訴えたカリロフ氏はチェチェンの部隊を派遣して ロシアのウクライナ侵攻を支えてきた同氏はまたリマンで敗北を喫する可能性について2週間前にロシア軍のゲラシモフ参謀総長に警告したが一蹴されたと明らかにした上で国防省が最高司令官プーチン氏に何を報告しているか知らないが個人的な意見としてはより抜本的な対策を講じるべきだと力を込めた。 ロシア民間軍事会社ワグネルの創設者でプーチン氏の名優エフゲニー・プリゴジン氏はカディロフ氏の発言を称賛しろくでなしの軍司令官に自動小銃を持たせ裸足で前線に送り込むべきだと力説した国防省を批判しているのかと問われると批判ではなく愛と支持の表れだと釈明したペスコフ大統領報道官は カリロフ氏の発言について、困難な時であっても感情はいかなる評価からも除外されるべき、とコメントした。ロシアが戦場に投入のイラン製無人機、数多くの故障、米が指摘。米国防総省幹部は、9月30日、ロシアがイランから調達し、ウクライナの戦場へ投入しているドローン、無人機に触れ、 数多くの故障などを起こしていることを示す材料を米国が握っていることを明らかにした。米ーカー国防副次官政策担当が記者団に述べた。これらドローンは戦闘でロシアに大きな技術的な前進を与えるものになっていないと指摘した。イラン製ドローンが何らかの技術的飛躍を体現しているとの考え方はデータを踏まえれば生まれてくるものではないとも述べた。 米政府は今年8月下旬ロシアが兵器搭載可能なイラン製ドローンを保有していることを明らかにしていたロシアは8月中旬には貨物機を使ってこのドローンをロシアへ運んでいた CNN は先にイラン製ドローンの操作方法に関するロシア要員の訓練は7月にイラン内で始まったとも報じていた